えば最近あんまり万民堂に行ってないよな。急に辛くて美味しい料理が食べたくなってきたぞ。 That is like so random. What the heck? Okay, Paimon. Hello, hi, welcome to the Awatagi Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp. That's new. That's like, it's called something else, but apparently it's this now, so. Uh-huh. Oh! Is that Yanfei? That is Yanfei. I wish the sniper zoomed in more. Oh, cookie! Whoa, zoom shot. 旅人とパイモン、お前たちも来たのか。 Okay, I like Yennefer's voice. Something calm about it. 二人とも、なんでここに座って鍋を食べてるんだ。 Has one main restaurant gone downhill or something? Was Shanlin cooking too hot to handle? いやいや。万民堂はこの2日間休業してるんだ。Oh, why? それにソニオバと万民堂の料理は味が全然違うから交互に来て食べるのがいいんだ。休業？どうして急に休むんだよ。それは私たち新滝派のせいだ。最近、okay. 同文学塾の生徒が宴会を開くとのことで私を誘ってくれてな。経歴で言えば遠一先輩は私たちの大先輩にあたる。だから宴会の場所は遠一先輩が決めてくれることになったんだ。ただ私たちは人数が多すぎた上に、oh. 親分はよく食べる。食べすぎて万民堂にある1週間分の食材を2日で全て平らげてしまったんだ。ウー師匠は疲れはしていたけどいい笑顔だったよ。おそらくここだとして一番大きな売り上げだったんじゃないかな。1日2日じゃ食材の補充すら終わらないかもしれない。ボス伊藤、牛使い野郎も来てるのか。全然見かけなかったけど。私が同期に会うと聞きつけ親分は興奮して、忍ぶの同期は俺様の同期だとついてきたんだ。親分に同期がいないのは置いておくとして、多分前回リーウェイに来た時食べ足りなかっただけだと思う。でも忍たちと一緒に来た花門玉将、彼はなかなか賢いな。気づかなかったかもしれないが、忍が同期と話している間彼はウー師匠の手伝いをしていたぞ。リーウェイの料理を学びながら作っていたようだ。玉将の性格からすると新しい料理を学んでオニカブトムシの餌を強化したいってところだろうな。 That would be interesting. 花門玉将、なんか聞いたことある名前だな。確かずいぶん前に牛使い野郎が虫相撲大会を開いてたような。 Okay, that's the title. The Almighty Awataki Extraordinary and Exhilarating Extreme Beetle Ball? Question mark? そう、パイモンは記憶力がいい。あの時、What? That was me, not パイモン。大会が終わってから、okay. 玉将は新滝派の盟友となった。よく親分と虫相撲の練習をしたり、オニカブトムシの育成戦略について相談したりしている。Okay. 玉将のおかげで、親分が以前なら気にも留めないような真面目なことを、虫相撲を理由に取り組めるようになって、私は随分と安心した。万民堂が休業しているこの数日間、ウー師匠の絶品料理に恩返しすると言って彼らは食材の調達を手伝っている。ついでにオニカブトムシの力を強化できる食材がないか調べているみたいだ。まあ今頃シャンリンとグオパーと一緒に古雲閣あたりで美味しいカニを探しているんじゃないか。Mr. Goba? Okay. グオパーもイットが連れてきた赤紅一緒、
そして玉将のなんとかなんとか虫友達になったみたいだしね。でも食材を探しに行ってから結構時間が経っているし、そろそろ帰ってくる頃合いじゃないかな。外で楽しく遊びすぎて騒ぎを起こしていないだろうか。お前らの話を聞いてたら、おいらも興味が湧いてきたぞ。少しは。本格のカニってどんな味だったっけな。なあ、おいらたちも見に行かないか。手伝ったらもっと早く万民堂の料理が食べれるはずだ。少しいる。ついでに牛使いやろうと花門局長が何か新しいことを企んでないか確かめてこようぜ。Well, if you're serious about eating, let's get the ingredients faster. 二人も行くのか？いいじゃないか。旅人とパイモンはイットと気が合うなってずっと思っていたんだ。イットのやつ、お前たちの意見をよく聞きたがっていたよ。Are you sure about that? 言う通りか。では旅人とパイモンに頼もう。Wow, he's not in. Wow. Crazy. 最近辛いものを食べ過ぎたからだろうか。なんだか体が熱いような。おや、熱中症かもしれないな。それか気温が高すぎるか。冷たいお茶を買ってくるよ。体温を下げないと。Ooh, that sounds nice.カニは硬い甲羅とたくさんの足がある。見た目からして戦闘力が高そうだし、オニカブトムシと同じようなもんだろう。きっとオニカブトムシのいいライバルになれる。その通りだキヨ。カニが理論上どんな系統に属していようと、こんな相手と戦えばオニカブトムシもきっとすぐに強くなれる。じゃあ赤ベニー書と混合神の面虫王には周りのカニをみんなひっくり返すようたくさん頑張ってもらおう。そうすればあちこち追いかけ回さずにただ拾えばいいだけだしね。Okay. Oh, hi. どうやらすっかり仲良しみたいだな。Haha, time for the Oni Kabuto vs. Crab.Sign me up. あれ、旅人とパイモン、幸運閣に気晴らしに来たの？こんにちは、シャンリン、グオパー。本当は万民堂でお腹いっぱいになろうと思ってたんだ。けど、遠視と忍から万民堂がしばらく休業するって話を聞いて、何か手伝えることはないか様子を見に来たんだ。その気持ちが嬉しいよ。ここ数日はイットさんと玉将2人の助っ人のおかげで大体の食材の調達はできたんだ。あとはこの新鮮なカニが足りないだけ。問題がなければ赤ベニー書と混合神の面虫王のお手伝いでちゃちゃっと解決できそうだよ。Oh, はい。問題がなければね。Oh. ベビーディショップ岩だ。待ちな、俺様がいる以上慌てる必要はねえ。OK バディ。あのデカブツにも硬い甲羅がある。足は多くねえけどゴロゴロできるし戦闘力は高えだろう。オニカブトムシのライバルになりそうだ。 Have you seen the size, bro? Hello? そうだなキヨ。あんな相手と戦えばオニカブトムシの力は限界にまで達するはずだ。 OK, we got another idiot in our handsOh god. Let's see what happens. ベビーディショップ岩、見覚えがあるよ。いつも近くの小島でゴロゴロ転がってて、水晶島バンバン旋風って呼んでる人がいた。幸運閣では有名なビショップだね。Why tornado? Why not earthquake? だって、誰かがあいつの住んでる島に上陸すると、いつも頭で人をバンバンってするんだ。すっごく凶暴なんだよ。なんでそんなに詳しいんだよ。キヨ、待ちたまえ。俺が先陣を切り、敵将の実力を探ろう。
かかれ金剛神止め虫よ、あいつの全力を引き出してやれ。Oh, he died. 一撃で戦いを終わらせただと？ありえねえ。絶対にありえねえ。玉将、どうやらあいつの実力はバカみてえな見た目とは違うみたいだ。俺らも本気を出さねえと。俺様の観察によると、あいつは体がでかすぎて攻撃が大振りだ。当たらなければどうということはねえ。俺らの鬼カブトムシは機動力で有利だ。さあ赤紅一生、あいつの手足と尻尾を避け攻撃するのは弱点のはあはあ。And he lost. なあキヨ、俺がもう何匹か虫を出して援護しようか。 No。 その。Oh, well, the god is here. What are you gonna do? Burn it to death? Oh, he ran away.Why? あのビショップ、クオーパーの言うことを理解してるみたいだな。あ、ビショップがそのまま行っちゃったぞ。さっきパイモンがどうしてそんなに詳しいのかって言ってたけど、以前コウン国にカニを取りに来た時、水晶島バンバン旋風がクオーパーを見るや否や一撃をかましたんだよ。そしたら逆にあいつの方が気絶しちゃって、The bear is just so strong that tornado knocked itself out. Bruh. Okay, Gooba. クオパー兄貴はあの強い甲羅生物に即撤退するよう直接命令を下したようだ。先ほどクオパー兄貴がカニを捕まえた時も手慣れた動きだった。となるとクオパー兄貴は甲羅生物を引きつける何かしらの力があるらしい。つまりクオパー兄貴はきっと隠れ虫相撲マスターに違いない。オニカブトムシを正確に指揮し、一挙手一投足を繊細にコントロールできるはずだ。ね。そうか、確かに一理あるな。さすがは俺様の新たき派の盟友だ。グオパーニクからさっきみてえな甲羅生物に指示する技を学べば、虫相撲界でもはや天下無敵。I wouldn't be surprised if Gooba's like, what's the face, man? What? Gooba がそういうの分かるかどうかは置いといて、カニをあまり長い時間放っておいたら新鮮じゃなくなっちゃうよ。そしたらここに来たのも無駄足になる。そうだぞ、使い野郎。早く帰れって忍が呼んでたからな。オイラたちもご飯を食べたいしさ。ああ待て、いつの間に二人増えて。ああ、俺様のダチ子、器用の右腕、そして空飛ぶ空をかける白鉄ちびすけ。お前らに俺様の失態を見せちまって情けないぜ。 It's all good. Nothing we haven't seen before. My bad. It's always for lurking. ベビービショップ岩に勝てるわけがないだろ。お前がガンガンって殴った方が早いんじゃないのか。でもよ、ダチコと白鉄チビスケ、聞いたことがあるぜ。お前らに敗れた人は数知れず、その中には凶暴な大物もいたってな。
お前らには最初からそんな大物より実力があって、そいつらに 100% 勝てるっていう自信があったのか。もともと勝てない目標に向かって努力するのは潜在能力を全て引き出す正しい道じゃねえか。そうすることで想像以上の強い自分になれるんだ。一回背を向ければ次も背を向ける。最初から自分を信じていないと自分をがんじがらめにして、最終的には臆病でつまらないやつになっちまうぞ。Cool story, bro. おい、牛使い野郎のくせにどうしたんだよ。なんか一理あるような。どう言い返してやるかとっさに思いつかなかったぞ。ねえ、ゴーパーがお腹空いたみたい。水晶島バンバン旋風はいなくなったことだし、あなたたちのオニカブトムシもしばらくは休憩が必要でしょ。ここに突っ立ってにらめっこしてても仕方ないんじゃない。料理人の姉さんの言う通り、グオーパー兄貴のようなつわものに教えを請うには俺たちの力じゃまだまだ足りない。レーレ、ちょうどこの辺りで舞踏大会が開催されると聞いた。精鋭揃いで空気中につわものの気配が漂っている。演舞台を設営し、俺がリーユへの虫相撲の強者を招待して虫相撲の修行をしよう。きっちりと鍛えた上でグオパー兄貴に指導してもらう。グオパー兄貴の指導を受けたらまたあの甲羅生物と対戦できる。いいのか悪いのかわからないけど、急に強烈なデジャブを感じたぞ。わかったぜ局長。俺らがずっと準備していたあの計画を実行する時が来たんだな。The plan? ある時ギラギラ虫相撲大修行を開催する絶好のチャンスじゃねえか。まさにそうと決まれば来よう。早く演舞台を準備するぞ。ボウ、Alright, more bit of fighting! Woo! I always have time for Ito's number one passion. Anataki, Nantoka, Kantoka, Mushizumo, Nantoka, Nandaki. Mani, Hanakado Gyokusho ga itte ta Mushizumo taikai. Who's that? Oh, that's the. Is that the kid? I forgot. Mise ga isogashiku nakereba, Goopa o tsurete mini ikou kana. Demo ima wa shinsen na kani o chouri suru no ga ichiban daiji da shi.私たちは先に帰ろう。確か忍が言ってたけど、荒滝派がリーユエに来たのって忍が同期の集まりに参加するためだったよな。急に虫相撲大会なんかやりだしたら忍の計画がめちゃくちゃになるんじゃないか。 It could be for the good, better, I guess. あお、バミン堂に戻るとするか。 It keeps Ito distracted at the very least. Yeah?旅人パイモン、それにシャンリンとグオパーも。あれ、なんか二人減ってないか。親分と玉将、また何かおかしなことをしているのか。リリリ、それは後で話すよ。カニを冷やしてる無氷花の数いがもう持たなそうだから、まずはこの新鮮な食材を料理しちゃおう。旅人とパイモンはお客さんだし、ごちそうを楽しみにしてるんだから、今すぐ料理を始めるね。Shangling and Goba whip up a meal from the ingredients collected on their trip. It's not long before the exceptional meal is served. By now, Yanfei and Shinobu are hungry too. The feasting begins. As you dine, you tell Shinobu and Yanfei about Ito and Hanakado running with Crystal Tornado and the plan to hold a beetle fighting boot camp. Arataki.ギラギラ虫相撲大修行。またわけのわからないことを。今回は私らがお客さんなんだ。勝手なことをさせるわけにはいかない。私はあいつらを止めに行くよ。私は結構面白いと思うけどな。
そう気にしなくていいんじゃないか。虫相撲大会、なかなか良さげな催しだ。Ooh, you know what? 特例概要によれば、そういった催しは総務省直下の部署に報告するだけで開催許可がもらえるぞ。I would imagine the beetle fight will be a big thing in Fontaine, and I don't know. I just feel that way. It'll be fun to see like Farina in it. もしかしたらこの催しでもっと多くの友人に出会えるかもしれない。次にリーユに遊びに来た時、いろいろな友人を呼べるようになるはずだ。そうだね。私のお店にもたくさん来てほしいし、楽しく食べて思いっきり遊ぼう。レイ、エンヒ先輩、シャンリンさん、そしてグオパーさん、もう次の予定まで考えてくれているのか。でも荒滝派の資金が。もちろん楽しいことは大事だ。多くの旧友に会ってみたり、新しい友人に知り合ったり、集まって話したり、誰がなビンダー、ワッチモカレッレントンワイ、よくこう総務士に用事があるんだ。ついでにイットの件に、I mean, they're here. And I believe that Lantern Right should be the next one. So, お前たちは会場の設営をしにイットを手伝ってくれ。少ししたら私が催しの許可をもらってくる。エイヒ、すっごく楽しそうだな。もうイベントの準備を始めるなんて。エイヒは前にも料理王決定戦の審判を務めてたし、人脈も広いな。Oh yeah, that's true. 催しの専門家とも言えるんだ。最近休暇中のようだし、しばらく会ってない後輩が遊びに来てくれたから、きっと楽しみたいんだよ。Who is Yanfei gonna be one of the fighters? That'd be cool. 直接親分をどうにかするしかない。旅人、パイモン、さっきは手間をかけさせた。次に会うときには、なるべく謝礼を用意するよ。たちがついてかなくていいのか。牛使い野郎が鬼カブトムシで、あのベビービショップ岩をやっつけるつもりなら、やっつけた後どうするのか、かえって気になるけどな。We help deal with your boss, and we wanna join too. そういえば確か、前回、荒滝、極意堂々虫相撲大試合をやった時、I'm surprised you said it all. 結構関わっていた。関わったってほどじゃないぞ。ただ何回か虫相撲で遊んだだけだ。うん、true. I do like it. So. 楽しかったけど。じゃあ、親分の趣味嗜好もよくわかってるはずだ。私よりうまく説得できるだろう。任せてよ。でもさ、オイラたちが牛使い野郎を説得する必要はなくないか？はい。まあ今月の収入は想定を超えてるよ。お父さんが食材を買って帰ってくるまでまだ結構時間はあるから、私たちゆっくり休めるね。これから通常営業に戻るから、もうこの間みたいに忙しくないと思う。私たちも暇な時にイットさんの虫相撲大会に遊びに行こう。エレ、ナイス。おい、親分、リーユエで楽しく騒ぐのもおしまいだ。一緒に帰るぞ。シノブ、ちょいと待て。聞いてくれ。聞かない。もうお金はない。今回、あまりにもリーユエに長居してしまった。帰りの船の切符を考えると、荒滝派の残り資金は二桁のもらしかない。大会なんてできるわけがないだろう。エンヒ先輩が手続きを進めてくれてはいるが、まさか先輩に出させるつもりじゃないだろうな。収拾がつかなくなる前にさっさとやめろ。こいつ、今回は状況がちげえんだよ。いつもならお前の意見を聞いてやってもいいが、荒滝派の虫相撲最強王者二人があの野郎に負けたんだぞ。ほら見ろ、演舞台まで準備できたんだ。今逃げちまったら全虫相撲界の笑いのネタにされちまうじゃねえか。あんたらが虫相撲で負けたのは1回や2回じゃないだろう。
私が適当にやっても親分に勝ったことがあるんだ。おお、シーン。ビビシャップ岩に負けたのなんて気にする必要はない。シノブ、全滅。それはもう昔の話だ。今の俺様はな、とっくにすべての虫相撲選手を凌駕してんだよ。あいつを倒すってのはほらじゃねえ。信じねえっつうなら戦え、証明してやる。いいだろう。やはり私が親分をどうにかしないと。花角玉将、私と親分に虫を一匹ずつ。おわお。その後親分のやり方で任して、うんともすんとも言えなくさせてやる。私が勝ったらあんたらはおとなしく私と帰るんだ。これ以上遠視先輩に迷惑をかけるわけにはいかない。忍の姉子キヨ、うん、俺本当にやんのか、この気迫。忍がこんなにマジになるとはな。じゃあしょ、空をかける白鉄チビスケ、お前が忍の前に立て。 Why you winkle? 私とパイモンが虫相撲。これにはちっとも驚かないぞ。 No surprise here either. Paito is so predictable. 牛使い野郎の次のセリフは、器用に挑むにはまずは空をかける白鉄チビスケを倒せだな。そうさ、空をかける白鉄チビスケは俺ら荒滝や虫相撲の主力だが、俺様に比べるとまだまだだ。忍にはこのチビスケを倒し、実力を証明してもらう。でもオイラはやめとくぞ。お、なーにー。What the、 にゃーにー。わかるぞ。それにモラがないならなるべく節約しないとな。オイラたちがお前を助けたら遠妃に迷惑かけちゃうし、忍に借りを作ることになるだろう。それはまあ一理あるけどよ。だが俺様だって計画を考えてんだ。資金がマジで足りなくなったら夜勤で働いて昼間は虫相撲をする。給料でこの大会の資金を賄うんだ。そうだ、前にも玉将がいくつか悪くねえ仕事を見つけてくれたからな。力仕事で頑張れば報酬は交渉しやすい。俺様にうってつけだ。よく言った。お前が覚悟を決めたんならオイラたちももう何も言わないぞ。 When you're the top dog, you watch the bottom line. Don't rely on someone else when you can do it yourself. まったく仕方ないな。計画は計画でしかない。他人に迷惑をかけないのが一番だ。まずあんたらは私を倒さなければならない。親分はパイモンを使って私のオニカブトムシの体力を削りたいんだろう。たとえその話に乗ったとしてもそう簡単にはいかないよ。お、oh, it's about to begin. はいよ。Out to newly awakened ironclad Beetle King. Out to.L2. Oh, cool. Oh. Ooh. Jet stream attack? What the? Wow.I wasn't expecting a freaking Kamehameha. After a fierce battle, Shinobu Onikabuto narrowly loses to Crimson Staff under Paimon's direction. Masaka, Maketa? Abunakata ze. Ato chotto de Shinobu ni yarareru toko datta. What a fantastic fight.一発で忍に勝てるとは。まさかおめえマジで虫相撲の天才か。
これで忍の姉子も新たきギラギラ虫相撲大修行の開催を認めてくれるな。しばらくやっていないとこうも鈍るか。仕方ない、この件はひとまず認めよう。でもなるべく費用を抑えるのと演出先輩に任せきりにするなよ。親分、自分の言ったことは守ってくれ。夜勤をして大会の資金を稼ぎ、昼間に大会をやるんだ。それにとっくに帰りの船を予約してあるから、できても数日しか後ろにずらせない。時間の余裕からして 4,5 人と対決できればいい方だ。あまり欲張らないでくれ。ああ、絶対必ず有言実行だ。安心しろ、忍。じゃあ私は港に行ってくるから、あんたら費用は必ず抑えろよ。うん。たった5回の虫相撲対決でグーパー兄貴に認められるくらい成長し、さらに兄貴に教えをこい、あの調子こえたやつを打ちまかす。忍のやつとんでもねえ難題を出したな。でもこういう挑戦しがいのあるやつが一番燃えるぜ。安心しろ、キヨ。付近にいる虫相撲の強者をきっちり調査してこの大会に来てもらう。リーユエに来てまだ間もないとはいえ、俺は確信している。この広大な国には類稀なる強者たちがゴロゴロいること。毎日一人確保するくらい何の問題もない。キヨの右腕殿下と空をかける白鉄ちびすけ様については、オイラたちは忍の説得に協力したんだぞ。お前たちの慌てた顔を見ればわかるぜ。忍にはかなわないんだな。It will be conventional to show your gratitude with a gift. Surely the Awataki gang gives credit where credit is due. それはだな。俺様、いつか二人にふさわしい贈り物を探してきて。ねぎらってやるから、俺様を信じよ。キヨの右腕と空をかける白鉄ちびすけも暇だったら見届けてくれ。俺様、真剣虫相撲大キヨが数日以内に限界を突破し、グオパー兄貴に認められ虫相撲師に伝説を残すまでの全過程をな。いいぜ。じゃあオイラたちが見に来てやるから見せんなよ。お前がボコボコにやられてるところをな。A little late there, don't you think? Ooh, that blur. Oh, that's cool. But how do you know which is which?私らは砂漠に慣れちゃいるが、それでもいつか風車とおさらばして、はい、Listen to the next breakdown. Huh? Is that your nickname? 皆さん、私伝承絶が新たきギラギラ虫相撲大将のために正式な告知を持ってきましたので、お受け取りください。こちらが今回の催しの許可証でもあります。うわ、これは虫使い野郎の赤紅一緒か。だいぶ誇張してるな。いいじゃねえか。俺様の傑作ほどではないにしろ。見ろよ、この構図、この線。そして堂々たる気迫。完全に虫相撲の強者としての俺様の威圧感を体現してるぜ。そこのリーウェの人にはどんな継承を使うんだっけか。体型。オッケー。そこの体型。いいえだ。荒竹派として感謝の限り。滅相もありません。荒竹派親分様。私伝承絶は一回の講談師に過ぎません。この告知絵はですね、総務士のとある女性が書いたものです。彼女は普段縁妃さんの世話になっていて、このような催しがあると聞き、自ら申し出て素敵な作品を作られたんですよ。縁妃さんの贈り物だったんだな。
No, he's not talking about Yanfei. Yanfei asked somebody?花角玉将さんから聞きましたが、あらたき、ギラギラ虫相撲大修行は、志の高い修行であり、非凡な意義をお持ちだそうですね。私は虫相撲の専門家ではありませんが、以前からこれに関連する講談をたくさん聞いていたので、ずっとチョセンしてみたかったんです。もしかしたら、そこからひらめきを得て、いい物語を書いて、 町の皆さんに聞かせることができるかもしれません。虫相撲には才能も重要だ。例えば、空を駆ける白鉄ちびすけ様をはじめたばかりなのに、並外れた実力を発揮できる。伝承術体系が虫相撲の楽しさを理解してくれたら、講談の形で大いに告知してもらえるかもしれない。いいことずくめだな。それじゃ、伝承術体系。 I bet the English one went ham for that. So, by completing, okay, considerable combat strength at medium and close range, attack consecutively, medium movement speed. Dossier on opponent. What the heck does that mean? Oh, okay. Oh, it's about to begin! Oh yeah, this one is like there's a range to it, right? Like, you have to perfectly use the correct... Yeah, okay, I forgot about that. Oh! I wonder if you can block that. I missed. Can you do that again? I wanna see. Okay, maybe not. Every move has its trick. What freaking bug? Oh, too much. No! Oh, I got no stamina. Okay. Cool. I'm like wondering what was going on. I didn't check that. Perfect. This level of intensity is just perfect for such a contest. Interesting. Superlative. あなたきはの得意とする虫相撲はこれほどまでに激しい戦いに発展するんですね。確かに人を引きつける物語を作り話すことができそうです。伝承術体系、高じけない。楽しい戦いだったぜ。 かたじけないだよ、キオ。細かいことは気にすんな。とにかく伝承絶対系の助力に感謝する。荒滝葉親分様もお疲れ様です。私は大会期間中引き続き虫相撲を見学し取材させてもらいます。どうぞ皆さんで思う存分楽しんでください。私のことはお構いなく。本当に 礼儀正しい相手だったな。俺様は頭が痛いぜ。虫相撲。Surprisingly, I wonder what's the reward for the end of the day. Like, what do we get? Do they show? It's probably not here. It's probably here. Nothing? Okay, man. Alright. Are you voice? No. Fuck. Well now, friend, have you come take part on the boss Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp as well? Tell me about the way of the Beetle Battler. Ah, a great question indeed. I could go on for quite some time about this. Liwei has his own type of contest between insects and like Onikabuto battles, each has its own unique features. For example, there are contests of agility as well as competition to see which bug can cry the loudest. Each one of these beat battles has its own set of mystery that, with a few flourish of a plan, can transform into many tale. I can tell my regulars time and time again. Ah, cool.
Okay, man, let's do the hard mode. Wonderful! Wonderful! Oh god. Our previous duel was most exciting indeed. I was planning to review it quite carefully. In any case, let's go for another round. Just like the boss Aotaki would want. Hey. Still the same. What's your name? Oh fuck, wrong one! Every move has its tricks, huh? Okay. Come here. Come here. My first. Ooh. Oh, another one. Okay. Oh, there's a triple! Oh! That hurts a lot, man. Ooh. Okay. You have triple. Double. Oh, that's not good. I'm backed up. Whew. One. Two. Oh, what happened to G? I'm about to sneeze. I miss. That's awkward. Oh, that was so close. Excellent, magnificent. This bit of battle has inspired me. Cool. Wonderful. Okay. Hey, I'm not sure if this will. Oh, what was that? Can you do that again? Question mark, question mark. Oh. It's cute. Oh, there's a picture of Ito there. That's cool. Okay, I will save it for tomorrow just in case I can get extra points for daily. So, yeah. Cool. Buttercup of Tepra. Hi. またちびっこを呼んできたのか？みたいだな。でも花門玉将も幼いし、前回はもう一人小さい子供がいたのを覚えてるぞ。虫相撲と年齢は全然関係ないっぽいな。こちらの恐怖の引きの笠選手に虫相撲の経験はないが、彼女のオニカブトムシからはとてつもなく強い気迫が溢れ出ているんだ。Oh. 何言ってるかわからないけど、ちゃんちゃんのオニカブトムシは父ちゃんがこの前持って帰ってきてくれた贈り物、旅の途中で知り合った友達がくれたんだって。おお、お前の父ちゃんはクロートのようだな。じゃあこっちは空をかける白鉄チビスケを出陣させよう。俺様が相手だと意味みたいになっちゃうからね。But you can have the grandmaster now. オイラが一番弱いやつみたいに言いやがって。でもお前らみたいな周りの見えてない虫相撲野郎は力の加減がわからなそうだし、オイラがやるのが良さそうだな。I guess that's true. 緊張すんなよ。ただの遊びだし、楽しもうぜ。Fun? I'm gonna destroy her. What? Oh, the imagine. I'm guessing that's a perfect like parry, I guess. What's your name? Craters and Crawl. Don't die. Ah, man. Come here. I like how the bad one is so much, and then the fun one is ow! A cornet. He's gonna attack. Do that, do this. I almost killed myself. Huh.
Is it over? What fun! Yeah, sure.確かに激しい気迫だったな。俺様が相手してもきっと苦戦しただろうぜ。リーウェの虫相撲の強者はみんな奇才なのか。鬼カブトムシ同士はこうやって遊ぶんだ。ちゃんちゃん完全に理解したよ。時間があったらあと何回かちゃんちゃんと遊んでくれない？みんなが遊んでるのを見てちゃんと勉強する。どうやら恐怖の引きの傘にはとんでもない才能があるみたいだな。牛使い野郎にもこんな才能があれば、グオパーと水晶島ボンバー旋風のやり取りを聞くだけでコーラ生物とのコミュニケーション方法を理解できたのかもしれないな。俺様もそれぐらい強くなりたいぜ。No, what's your story, Cheng Cheng? Tell me about your nickname. You mean Buttercup of Terror? Oh, it came because Daddy once gave me a buttercup flower. I should replay that. Hold up. Okay, let's talk about your nickname, Buttercup of Terror. Oh, it comes because Daddy once gave me a buttercup flower, which I put by my window still.Every night, by the next morning, it would have raced up to the roof. Someone said they saw my flower climbing the walls in the dead of the night, just like a cat. It was later that we found out that there was a cat in the city that had taken a liking to a plant, my plant, which led to making off with a plant. Yeah. I don't know why, but as the story spread, it somehow became the buttercup Chang Chang, raised turned into a cat.Terrifying. Not that mine, but when that Grandmaster Avocado person heard about this, they thought that my nickname was really cool, and they even asked me to play this game. And well, I'm having a lot of fun, so I'd love to play more. Who the fuck is Avocado? Okay.Go. Little Better Boot Camp begins. Oh fuck, oh fuck. Wow. You're not gonna do anything, right? What? Dude.Wow, that is surprisingly quick. You can't get close to it. Ow. Okay, now I'm close. You can't run away now. I'll do that.There we go. Oni Kabuto are just as obedient as cats and dogs. This kind of competition is really fun. That took me 1 minute. Holy shit, I suck. Okay. Oh, Yanfei. Contestant with a super OP gear. What the? Yeah. 調子はどうだ?新たきギラギラ虫相撲大修行の進捗を私にも見せてくれ。ちょうどいいところに来たな、エイヒ。大四人、今回の大会開催を手伝ってくれてアンガトラ。My savior. It wasn't she her savior too? In the chasm quest? I forgot. 第四人も参加するつもりか？ん？ダメなのか？よく海外貿易をやっている大口の顧客がいて、一度彼女の重大案件の裁判を勝訴に導いたことがあってな。それでたくさんの贈り物をもらって、中に特別な鬼カブトムシがいたんだ。Did the inner Zuma lady? なかったから、バイヤに面倒を見てもらってたんだが、今見るとこの鬼カブトムシ結構屈強な。Oh, Granny, the fuck do you feed it? 虫相撲に参加しても
興ざめってことにはならないだろう。恩人姉さんを侮るなキヨ。虫相撲の経験はないが、驚くほど屈強な鬼カブトムシが出てくる。そうなのか。だったらキヨの右腕が指揮する赤部に一緒に出てもらう。ダチコウならどんな相手でも冷静に戦える。 Yeah, you betcha。 ん、旅人が私と戦うのか。いいだろう。こういう遊びのコツはまだよくわからないが、うまく指揮ができなくても許してくれよ。 What the hell? Impressive melee combat strength. Attacks with... I'm sorry, what?Hey, don't kill me. Oof. Nuh-uh. I pressed the wrong button. Whoa. Nah. Whoa, he flew. Oh, I'm not focusing. Oh.Absolute dominance. Wow, that's a name. A little too early. Damn it. Oh, seems like there's quite a lot of beetle battles. A lot too beetle battles.ほらな、恩人姉さんの鬼カブトムシは厄介な相手だっただろ。俺の武将は前回たくさん迷惑をかけたけど、装備と仲間の性能差は時に指揮で補うのが難しいんだ。確かにな。だがダチコはよく耐えた。なるほどなるほど、虫相撲の面白さが分かってきたかもしれない。楽しいじゃないか。旅人、イット、そして花門玉将。ここでこのまま遊んでいたいくらいだ。At least Sien Fei is having fun. Oh, hi. Let me talk to ya. Aoi, would you like another battle with me? Been busy lately, Sien Fei? Oh, I'm fine. I'm good.I mean, even legal experts don't have business to attend to every day, you know? Which is just as well. While my fellow disciples are having their reunion, I'm going to be spending all my annual leave. I will eat my fill, sleep my due, play to my heart content, and then go back to work, refresh and renew. Now that's why they call it a happy life. Okay, what the? Okay.Let's go, let's go! Who knows, I may discover a trick or two. I will have you back in the corner before you know it. Oh shit, that doesn't sound good. Whoa, that's quick. Double stomp, huh? Oh, double attack too, huh? Recharging.Oof. Oh, triple charge. Damn, go. Absolute dominant. Oh, shit. Bring it. Oh, wow, you...Yeah. Yes, there's no shortcut to becoming good at any games. Cool. So who's today's guest? Who? No frills, instant kills. Len, that rhymes and that sounds intense, bro. Bifujin! Konna mushizumo no yarikata ga anno ka yo?Did Ito lose? 顔がもうパンパンだぞ。
What happened? 勉強になったわ。ありがとう、カッカ。しかも、こんなに腰が低いときだ。は牛使い野郎。オイラたちがいなかった間に、お前負けてるじゃんか。それは違うわ。真剣虫相撲大器用が諦めなければ、私に負けたとは言えない。戦いであれ、人生であれ、一時的に低迷するのはよくあること。そこで諦めない限り、真の敗北とは言えないわ。よく言った。そうだ。俺様はまだ負けを認めちゃいねえ。でも、いろんな言い訳を探す必要はない。そんな口先だけの言葉はいらない。口を開く暇があった。 Is this the first time I heard Lan? 多く相手を攻撃しないと。キヨはこういう相手との戦いは得意じゃないみたいだから、出陣する対象を変えて試合を注意深く観察することにしよう。ちゃんと観察するというのも修行では欠かせないことだ。新しい技も勉強できる。そうだな。ちょうど立ち校も来たことだし、キヨの右腕、今回はお前の番だ。ブラやっとお前の出番だな。頑張ろうぜ。 It's gonna be piece of cake. 伝説の冒険者が出陣するの？油断は禁物。 Oh god, I'm terrified. What the hell? Holding the guard button. Oh shit, you can shoot Kamehameha. Oh god.Sorry, I was eating. Attacks with various electro strike. Extremely agile. Oh shit. Something I do not want to hear. What's your thing called? Ironclad Beetle King back in action. I'm so fucking dead. What the? What? Oh! No, fuck you. Don't. Aww.You think you can do that? Ah. Come closer. I'm a little scared to go close. Oh, I wasn't. My reaction was slow there.Nice. You're amazing. Thanks for showing me how it's done. 鮮やかね。私の負けよ。あなたに負けるというのも光栄だわ。そんな方法で勝つのかよ。そうだぞ。素早い敵には柔軟に応じないとな。Okay. 一つの戦術がうまくいかなかったら考え方を変えるべきだ。オイラと旅人が旅をしてるときは柔軟に考えてるぞ。一つの方法だけ考えてたらいくら頑張っても解決しない。そういや、忍も同じようなことを言ってたな。こうしてみると一理あるぜ。でもやっぱ今度考えることにする。まずは目の前のこと、虫相撲が最優先だ。It would be cool if like Ito slowly become better, you know? Instead of fully being a meme lord. Ah, it's you. Will you like test yourself against me again? I wouldn't say I enjoy it. I simply think that there's something to learn from many activities. So it wouldn't hurt to give it a go. We often get a lot of non-combat related requests mixed in with our high difficulty commissions.Solving mechanical puzzles, following clues to search for specific objects. You never know when you might even encounter a commission that requires you to command another creature to fulfill a certain objective. I'm sure that you of all people would have experienced that. Ah. Have we? I don't think so, but huh? Let's go for another round.No feels instant kill. Okay. Let's go.
I'm terrified of you. Wait, what? Ow. Oh, reaction slow. How do you learn the shield? That's a cool question. I haven't touched her yet. Okay, Lan. No more holding back. I got hit too. Damn it. I thought it was the long one, yeah. Okay. No! Ooh. Okay. Ah! I don't have my shield! This is tough. Wait, I can't lose. Get out of here. Okay. You were tough. Truly strong. Not a single weakness to exploit. You almost beat me, girl. Sheesh. You scary sometimes, you know that? Whoa. You like actually dodged that. Whoa. Calamitous Colossus Count Crushmore. Count Crushmore, Companion God of Cookery. What the fuck? Oh, hi. クオパーニキ、あらたき、ギラギラ虫相撲大修行を経た、俺様の、いや、俺様と赤目に一緒の実力を見せてやるぜ。それから、どうやったら俺様が赤目に一緒と、そして、水晶島バンバン旋風みたいな甲羅生物と意思疎通ができるのか教えてくれ。俺様が虫相撲界の有名な強者になった暁には、You already have a statue, no? In depot? Style? Whoa. What the hell? バーヤがあなたきギラギラ虫相撲大修行の経緯を聞いて、グオパーが弟子を取るかもしれないことをとても面白がっていた。バーヤの友人にたまたま花壇の芸商花を手入れする園芸装置をたくさん作ってくれた人がいるんだ。その装置の名は、カノハハズキジンキ。カノハハズキジンキは、いろいろな動物に姿を変えて、その環境に自然に溶け込むことができるんだ。A friend that is alive or a friend that passed away? Which one? Unless a different one. Like one of the mountain shaper? I forgot what's the other one is. I'm guessing it's Cloud Retainer. Zip it. Don't spoil it. カブトムシに擬態できるわけがねえだろ。まさかクオパー兄貴は俺らの実力を試そうとわざと弱いやつを使って戦ったのか。やはり気をつけた方がいいよキヨ。俺はあのメカオニカブトムシから殺気を感じ取れない。あるいは
深くて底が知れないみたいだ。装置は生きてねえから殺気を感じられないのは当然だ。確かにグオパーニキはすごく強いけどよ、強者にも自分に合った武器や仲間が必要だ。俺様と赤べに一緒のコンビは簡単にはいかないぜ。うん、さあ戦いを始めるぞ。一つ一つの攻撃でグオパーニキに俺らの実力を証明してやる。Bring it on! The fuck? What the? An all shape, an all round developed Oni Kabuto shape machine. Extremely powerful and combat in all range. Attack with constant earthquake. Okay. Electro attacks. Enhanced resistance to interruption. Medium movement speed. What the fuck, bro? That thing looks huge. Bloom Poon. Oh shit. I guess. Ha! Woo! Come on, Goba. I totally mistimed. No! I'm getting cocky. No. Ooh, I stopped it. Oh. No Jiggy, please. But what? Oh. Oh, come on. What the hell, bro? Can you like move? I'm mistiming all of that, bro. Can I make it? I need like... Oh! Okay, brief. Am I gonna lose? There we go, perfect. That was so bad. Okay, I'll try better. グオパーニキが俺様の実力を認め、コーラ生物との意思疎通について教えてくれたらいいんだけどよ。He seems happy. 俺様に負けたのに、なんでグオパーニキは喜んでんだ？もしかして、俺様の急激な成長に驚いてんのか？てれんじゃねえか。そう、俺様を褒めるなって。グアパーニキ、兄貴は。Ooh, what's on her head? あんな平凡な。I never saw that before. どうやらグオパーの準備運動が終わったようだ。Warmed up, bro. ハズキ人気の最大限の力を発揮しよう。グオパー、この前決めた通り、園芸装置の出力を千分の一から百分の一に調整しよう。これ以上にすると。イットさんのオニカブトムシが怪我しちゃうかもしれないからね。ルー、そんなこったろうと思ったぜ。 What tenth a percent? やはり予想の範疇を超えていたか。おい待てよ。
千分の一？一、十、百、千、千？ちょっと冗談はやめてくれよ。さっきので千分の一の力しか出してねえってのか？ルルル。グオパーが不思議に思ってるよ。鬼カブトムシを強くして水晶島バンバン旋風を倒すんじゃないのか？ましてや体格の差がはっきりしてるんだし、カノハハズキ人気は土鍋サイズの石を運ばなきゃいけないから、これくらいの力があって当然だよ。グオパーや私どころかイットさんよりも体の大きい水晶島バンバン旋風は言うまでもないでしょ。Is it? I thought he was taller. さっきの倍強い相手ならまだしも、10倍勝つまでに何回負けるかとか、そんな話じゃなくなってくるぞ。先輩なんてもっとありえねえよ。一つの戦術がうまくいかなかったら考え方を変えるべきだ。オイラと旅人が旅をしてるときは柔軟に考えてるぞ。Okay. 一つの方法だけ考えてたらいくら頑張っても解決しない。 Why did we lose light? What happened? ロパー兄貴、わかったぞ。俺様は機関術を学ぶ。メカニックス。装甲を作ってやり、限界を突破させるんだ。それか、赤べに一緒が操縦するもっと大きなメカオニカブトムシを作って。The shit. What is this? Power Ranger, bro? オニカブトムシがメカオニカブトムシを操縦？そんなこと本当にできんのかよ。しかもそれ、虫相撲って言えるのか？ Death Dream. I believe in Ito. Death Dream. ハズキ人気の実力を目の当たりにして気づいたんだ。オニカブトムシの力には限界があるってこと。忍と玉将。Not with that attitude. 特に空を。これ show the power of God and enemy by its side. 教えてくれた。負けを認めるのは尺だが、自分から変わろうとしないほどバカじゃねえ。グオパー兄貴は俺様に新たな道を示してくれた。See you in Fontaine. 機関術でオニカブトムシを強化するという道よ。これでどれだけ体格に差があろうとも。Or maybe Fontaine go to Inazuma. Who knows?For the、collaboration or something, you know? グオパーは全然わかっていないようだが、機関術みたいなのは師匠に頼んであの方に聞いてみないと。引き受けてくれるかどうか。兄貴、姉御、大恩人、ぜひ紹介してくれ。うん、親分、あんたもリーユエに留学したいのか？シノブ、起きたのかよ。約束の時間だ。港に向かわないと。最後のモラで買った代わりの船も無駄になってしまう。待て。こっちはまだ重要なことを相談しているところなんだ。全部聞いていたよ。親分が何かを学ぶと言い出したのは喜ばしいことだ。学び方なら参考書を一冊書いてやってもいい。残念だが、リーユエに留学するには資金が必要だ。荒滝派が普段使う出費の数倍のな。留学の費用に当てはあるのか？大したことじゃねえだろ。稲妻に帰ったらしばらくはちゃんと働く。働いてもらおう稼ぐのは初めてじゃねえ。さっきああいうことを言った以上、もちろん覚悟はできてる。少し本気を出せばいくらでも稼げんだろ。それにお前や荒滝派のみんなをほったらかしにするわけじゃねえよ。勉強のために一人で遠くに行くなんてどんな親分だ。学ぶならみんなで一緒にだ。全員分の学費を集めて荒滝派で留学して強くなって、そうしたら俺らは天下無敵の荒滝派だ。 Okay, buddy. Sure. 親分、しつ
からそんなセリフが言えるようになったんだ。いいじゃんか、牛使い野郎がそんな壮大なことを話すなんて珍しいぞ。有言実行しろよ。Otaki Ito, Ito, Ito is the man of his word. まあ、具体的にどんな仕事をするのか、一日にどのくらい稼がなきゃならねえのか、ちゃんと計算してねえけど。そういうことなら、俺がリーユエに残ろう。料理人の姉さんについていき、機関術についてじっくり学ぶ。あとは、今さっき新たきギラギラ虫相撲大修行が告知されたから、さらにたくさんの虫相撲の強者やオニカブトムシに役立つ食べ物を調査できる。もし騎王の右腕殿下と、Aren't you following us back to Inazuma? What happened? まだ虫相撲がやりたい、または練習したいならここで遊んでやってもいい。おお、それはいい案だな、玉将。んじゃ、いつも通りお前のじいさんに心配しないよう伝えておくぜ。次にお前らに会う時にはどんな驚きをくれるんだろうね。楽しみだ。先に言っとくけど、あの仙人が教えてくれるって保証は私もできないからね。縁人をできる限りやってみて、あとは縁に任せるしかない。そのお方がそれほどすごい技量を持っているのなら、どんなに傲慢でも構わない。大切なのは俺も気を入れたのために。だからどんな贈り物を渡せばこのカノハハズキ人気を作れるほどの高い技術に見合うのか、ちゃんと調査しないと。これ以上遅れると間に合わないよ、親分。はあ、仕方ねえ。旅人、パイモン、エンイス先輩に、シャンリンさんとグオパーさん、親分が開いたこの虫相撲大会に付き合ってくれて本当にありがとう。謝礼を受け取ってくれ。これからの旅に役立つといいんだが。わあ、本当にプレゼントを用意してくれたのか、優しいな。There's no thanks. I'm just gonna say thanks. Thanks. 別れの時だ、ダチコ。空をかける白鉄チビスケ、グオパー兄貴、料理人の姉ごと第四人、シェフ様。すぐにまた会おうぜ。ラララララ。そう言うと思ってたぜ、牛使いやら。志があるのはいいことだけどさ、焦っちゃダメだよな。やっぱり忍の意見をちゃんと聞いて、現状を考えて、適度に休んだりしないと。もちろん次会うときはオニカブトムシが操縦する超大きいメカオニカブトムシが作れるといいな。Imagine Ito build a giant robot Megas XLR. Oh, hi. Awataki Gang Instant Ramen. Nice. Hey. Oh, great Oni King right hand. Is there anything I might assist you with?Get me a Oni Kabuto. Of course, that is well within my abilities. However, it takes some time to assess the compatibilities between an Oni Kabuto and a mighty beetle battler. I've been able to guess more or less which sort of Oni Kabuto would suit your fighting style based on your previous battles. Of course, that's been quite the test of my abilities too.The matter of where I should go to capture such an Oni Kabuto is something I must give much thought to. I will have to ask for your patience in this matter. Next we meet, I will have a perfect answer ready for you. Oops. So about the gift? Ah, you mean the gift we're going to give to the Great Master? To be honest, I haven't thought of any good ideas yet. That Master was able to create an incredible intricate bloom funnel, so perhaps we could buy some exquisite machine processing equipment and pack it into a gift box. That might be satisfactory. That said, I only have two meat. What the fuck, bro? So I doubt I'll be able to get a hand on the best stuff.
It certainly wouldn't be good enough to catch that master's eye. Besides, I'm not sure how long I'll be able to be here in Liyue, and how much more I'll need for my expenses. Gotta find a way to deepen my pockets. $2 million? A small portion of it is my regular saving, but most of it was given to me by my grandfather. Oh, okay. He used to be a great adventurer in the past, and he was blessed with good luck every time he took his Oni Kabuto with him, leading him to discover a large amount of treasures. That's why he greatly supports my beetle battling career. He deposits some funds for me every so often, and I don't spend it willy-nilly. One day, I want to use it on something super important. Earlier, I saw the Awataki gang finances weren't doing so hot, so I tried to support the Oni King with some fun, but he refuses me every time, saying, "Nope, in no way we are letting our allies pay. Me and the gang have a backbone, I will have you know." I respect that spirit, so when I do get that gift for the Great Master, I will report those expenses to the Oni King, no matter how many millions of mora it adds up to. Aww. Hello, God of Cookery and Count Crushmore, bro. Hello, wanna play another game with Roba? You still like to test Boom? Okay, bro. How is your preparation for One Min Restaurant? Oh, things back at the restaurant are too busy, which is why Goba and I are free to play a few games, thanks to the concern though. We almost completed restocking, so we should be able to go back to business as usual in a few days. If you and Paimon still haven't had enough, you're free to swing by for a meal anytime. Mm-hmm. He's very squishy. I wanna squish him. Is the thing here? No. Okay, well, I give up. Okay, Count Crushmore. Let's go. Okay. That thing is huge. I forgot how huge it was. What? Whoa, you're quick. Oh, I stopped it. Oh, there's a crack on him. Ah. What the f- Ah. I'm gonna lose. No, 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 no. So fuck. What the fuck? Okay. I'm gonna die. What the fuck, man? What combo is that? What? Dude, can you come closer? Send help. Oh god. That was crazy. The hell was that? Well, GG boys. I think that's the end of the event. That was fun. I almost lost. Ultimate trial? Oh, it's done. Whoa! You got lightning on it. Damn, dude. Well, see you next time. Bye. What?